このところね、毎日晴天が続いていまして、引き上げた、エンドたちですね、スナップエンド、それからミーエンド、全部これ乾かして、また秋から、植える種にね、使用していきたいと思っています。だいぶ乾いてきたんで、もういい感じかなと。この音でね、わかりますよね。はい、で今日はね、ニンニクを引き上げようかなと。先般ジャンボニンニクをお伝えしたと思うんですけれども、これ普通の、ニンニクなんですけどね、こんな感じでもう引き上げて、食用にするものと、それから種に、また種にするのと分けて、またこうしばらく晴天が続くんで、またすぐに梅雨入りになってしまうんですけど、ここでまたくくって、また軒下に干していこうかなと思っています。自分ところで、食べる分ぐらいの食料は作っていこうかなと。食料って野菜で、これももう花が咲いて、実がこれね、つき始めました。嬉しいな。時間差でね、先に植えたのと後に植えたのと、少しずつ収穫を変われたのでね、していっています。だからインゲンも3月の19日でしたね、19日に植えたものと、その後から植えたものと別々に、していっています。枝豆も4月の29日に、発芽が始まったのと、ミックスになってますが、この後も枝豆が、出てくると思うんですね。で、このレッドオニオンっていうのかな、紫玉ねぎ、これももう食べていく分だけ取って、マリネに先般金粉が、去年、作ったニンニクトマトの、マリネで、して食べたら美味しかったんで、これも食べたい分だけ引き上げようかなと思ってます。本当はここが株口が倒れ出したら収穫時って言うんですけれども、取れたてを食べるのが結構美味しいかなというふうに思ってます。で、ほうれん草もね、時間差で、作ってるんですが、やっぱり暑い時のほうれん草って出来が悪いのかな。これ4月25日にね、種まきをしてこうやって植え付けていこうと思ってるんですが、やっぱり虫食いがあるせいか、ちょっと成長が悪いんで、もうこれが育たなかったらほうれん草はもうやめようかなと思ってます。次々とね、こういうレタス、とかキャベツとか、そういうのが成長していってますんで、食べられそうになったものから、引き上げていこうかなというふうに、思っています。はい、いい感じで。で、今日も今日のツアーですけどこちらに来て、里芋もね、向こうに植えた、これ余りっていうかね、植えどこがなかった分なんですが、掘ってたら土に植えなくても親もう芽が出てるこれも子もなんか芽が出てる。ホームセンターに行ったら芽が出たやつが2キュッパぐらい、安いので1キュッパで、高いので2キュッパぐらいで売ってたんで、やっぱり買ったらそれなりに、金額お金がかかるなってこれが、オクラね、オクラも種取ってから またこの畑から出てきたんですけど、オクラの種もここにまだ面だらポロポロとこう入ってます。で、これがモロヘイヤ、モロヘイヤもちっちゃい種がいっぱいこの入ってるんですが、モロヘイヤも発芽に成功したんで、これも捨てたらまた生えてくるから、これが千日紅だったかな、千日紅も植えてみたいなと思ってるんですけどね、向こうに見えてるのがプランター栽培のジャンボニンニクですね。美味しかったな。だからここ一つだけ一つだけ試食したんですが、さすがジャンボっていう感じですね。はい、だからこっちはね、レッドオニオン、紫玉ねぎなんですが、向こうの場合、どういうかな、箱庭仕立てにやってる土が、あれが全部蓄積堆肥なんで、土がいいから、すごいやっぱり実も大きかったんですが、こっちはね、蓄積堆肥じゃなくて、ここを、
耕して維持だけ取り除いて始めた、菜園になったところなんでね、やっぱ土にすごい関係してるなっていうのが、よくわかります。ということで、今日今から始めるのが、漬物を混ぜてっていう、用事があるんですが、これも白ネギ3月19日と普通のネギ4月16日、これも大きくなっていったんで、あそこのプランターが空いたら、それを植えてみようかなと思っています。ステータープチトマトの種、やっぱりこんなところから出てきてる。で、大トマト、大トマト、大玉トマトは出てきてない。やっぱり難しいんかなっていう感じですね。はい。で、いつものように、ここの、テラスのとこですね、このキャンベルですね、キャンベルもここから二股に、分けていって右側にシュートを伸ばして、軒下にね、でこんな感じ、こんな感じに、なってきています。だからまあ実っていうか果実のばらつきは多分あると思うんです。去年もそうだったんでね、ばらつきはあると思うんですけど、まあ自分で食べる分については、見えます、こういう感じでいいかなって思ってます。はい。でこっちの軒下に入っていっても、今年はこっち真剣に伸ばしつつあるんですけどね、自分の口に入るぐらいのものはキャンベル、できるんじゃないかなっていう感じで思っています。これをずっとね、この軒下に、向こうの方までずっと伸ばしていく予定なんですけれども、向こうはどうなるかというと、ヘチマをね、ずっとこう今ヘンリーズターがはびこってますが、このヘンリーズターを一回切ってしまって、でそこに、絡めていくというようなことに、7月ぐらいになってくるとね、していこうと思っています。はい。ということで、この漬物からスタート。はい、こんにちは。いつも金本広場、ご視聴いただきまして、ありがとうございます。今日は先ほどご案内したようにですね、ニンニク、普通ニンニクがもうタレかけてきたんで、梅雨に入る前に、一回引き上げて、干しておこうかなと思っています。その前にですね、ちょっと朝のルーティンをやった後、この漬物混ぜ混ぜというところから、始めてみたいと思います。よいしょ。きゅうり漬物ね、ナスビ、早く、取りたい。ナスビ。ほら、こんな感じになってます。ちょっとここ、切り目を入れてね、やってみますけど、こんな感じで、あと、混ぜ混ぜするんだ。あ、いた。釘入ってません。釘も、入れてます。ということでね、また新たに、このキュウリね、キュウリも続いて、ここに、冷やすんじゃないよ、漬け込んでいきたいと思います。ということで、今日も一日、よろしく。一応ね、こんな感じです。はい。続いてこちらの方ですね。これも、こんな感じで、入っています。で、一番右側は、今年はもうナスビつけずに、こっちはもうキュウリだけでいこうかなと思ってます。ナスビつけた前にも説明したようにですね、ぬか床の色がやっぱり違ってきますんで、一番左だけ、今年はナスビを入れて色素を落とさないようにしてみたいと思っています。はい、今日のお昼ね、こちら食べたいと思います。まあこれね、しっかり混ぜてまた蓋をしていきます。よいしょ。向こうに行ってきて、こっちがジャンボニンニクで、こっちが普通のニンニク。だからこれ軸の太さが違うんですけど、これもうちょっと置いててもいいかなと思ったこっちあんまり変わらへんじゃない。だからでね、あとこれなんでやろう、これ
レッドオニオンというか紫玉ねぎと間違ったんかなと思ったんやけど、これやっぱりニンニクみたいなんやね、これで白いのと紫と、なんででしょう、初めてやからちょっと分かりませんね。なんかこう こんな感じで収穫できました。はい、一応ね、一応剥いたらやっぱりほらニンニク、剥いたらニンニク、紫のと白いのがあるのがちょっと分かりませんけどね。はい、よいしょ、はい、こんな感じ できました。いい匂い。これね、剥いて、ラップに包んで電子レンジにチーンって言わしてね、食べたら、そのまま、味ぽんで食べても美味しいかなと思ってます。まあ干して、備蓄するに至らず、食べてしまうかも分かりません。あとね、醤油漬け、にするのも好きなんです。ペットボトルに普通の一般醸造のお醤油を入れて、でそこに昆布、乾燥昆布を、まあ、15センチ1000冊ぐらいの大きさかなで切ってチャポンとつけて、であとニンニクのスライスニンニクチャポチャポとつけて、そのまま置いておくだけで、結構それ結構健康醤油として重宝してるんで、いい匂いということです。うん、まあ取りたてでね、水分が、いっぱい、エキスたっぷりのニンニクですと毎日、仕込んでますね。ぬか床から、いつもねきゅうりだったでしょう、いつもきゅうりね。でキュウリがあって、でお初です。まあなんていうかな、ナスビはね、まだ畑では菜園では取れてないんですが、まあ農家さんで、道の駅で買ってきた、キュウリですね。これ朝取り上げた時すごい紫だったんですけど、ちょっとまあやっぱり酸化して色が変わりますね。でこれはね、菜園ではなくて、若鶏の蒸し焼き、なんか鶏ハムです。サラダチキンみたいなね、感じなんです。これここにのけてね、オリーブオイルに絡めてあって、これでいただくんですけどね。うん、サラダチキンです。でいつもの、ストロングドライ、着色料ゼロ、糖類ゼロ、甘味料ゼロ、プリン体ゼロということで、お腹に優しい、体に優しいということで、シュワシュワのいただきまーす。はい、でね、いちごもう終わりって言いながら毎日取れてるのと、それとこのクワの実、マルベリーっていうやつね。これ赤いのじゃなくてね、こう黒くなったのが、めちゃくちゃ、甘いんです。今日ね、朝来たらマルベリーの木の下に黒い影があって、何かなと思ったらカラスでした。カラスがもう目をつけてるんでね、黒くなったのをいち早く取らないと、ダメです。ということで、そうそう、これ最後の、スナップエンドウと、グリーンピースということで、いただきます。いただきます。ね、こっちから食べたな。これ、オッケー。鶏ももを開いて、胸で、鶏胸を開いて、ね、ラップでぐーっと丸々してやってたみたい。今やってないけどやってないけどね。で、マルベリー、これね、もう甘いんやけど、一回これね、紫になるの。こんな感じ。めっちゃ汚らしい、これ。口とがについたら。めっちゃ甘いんだけどね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。あと、ニンニクで、締めたいと思います。で、明日は、ローズマリーを乾燥させて、また、乾燥食品、作ってみ、たいと思います。チンキーもいいかもしれないです。また明日、いろいろ考えたいと思います。ということで、また最後までご視聴ありがとうございました。そしたらまた明日もよろしく。ごきげんよう。